はい、2020年3月の29日日曜日です。本日のウェーブ朝倉学校、ちょっと先ほど発信したのが素材が足りなかったんで、もう一度理科をやらせていただきます。本日の理科は密度と気体の性質ということをやりいたします。はい、理科の、密度と気体の特徴という性質ですね。はい、でまず密度についてですが、密度というのは単位体積あたりの、その物質の質量です、重さです。でそうしますと、例えば気体なんか非常に単位体積あたり軽いですね。で固体は、気体よりは重いことが多いんですが、ただその物質によって例えば、比べてみると、気体、液体では水が、基準となります。で密度の単位はグラムパー立方センチ、1立方センチメートル1センチ ×1 センチ ×1 センチのこのサイコロの大きさの中に、物質を詰めるとどれぐらいの重さになるかということで、水はちょうど1グラムになりますので1グラムパー立方センチメートルです。でこの水の、を基準に考えてみると、エタノールは若干軽いんです、 0.8 で、木材もじゃあ、性質にもよるんですが軽いと。で水よりも密度が低いもの、小さいものは水に浮くわけです。で一方鉄は非常に重くて、7.9 ということで水の、8倍ぐらい の密度がある形ですね。だから鉄は水に沈む、金はもっと重いということになります。それで、密度は先ほど言ったようにグラムを、質量を体積で割って計算するんですが、気体の場合は二酸化炭素なんかは 0.002 って非常に1立方センチメートルあたりだと軽すぎるのでちょっと、考えにくいので、気体の場合にはこういう単位を使うことがあります。1リットルあたりの、重さということで示す、質量ということで示すと、0.002 グランパー立方センチメートルは2グランパーリットルと直すことができまして、こういう形で気体は密度を示すこともあります。で水の密度よりも小さいも、もう繰り返しになりますけど、小さいものは水に浮き、大きいものは水に沈みますということですね。それで、物質の状態変化、これは前にやったことの復習ですが、固体は、分子がブルブルと震えている形になっていまして、密集しています。でそれ液体になりますと少しちょこまかと動き回るので、少し体積が大きくなります。で気体だと分子がビュンビュンと動き回る形になって、非常に広い空間を取るんですね。でそうすると単位体積あたりにしますと、密度がだんだんと固体が一番大きく、液体がだんだん小さくなって、気体もっと小さくなる形になります。でろうなど一般の物質は、固体の方が重いので固体の方が液体の下に沈む形になります。ただ一つだけ例外があって、水だけは、水が氷の結晶になるときに氷の結晶の間に隙間が結構できるものの影響で、氷の方が若干軽くなるんですね。よって、固体である氷が水の上に浮くという不思議な現象が起こります。それではまずこれ公立高校入試の問題です。点線部まで液体が入ってきたとき、水量が固体になった、これ最初液体だと、ここですね、ここにちょうどぴったりと液体が入ってたと、ここですね。でそうしたときに固体、水やろうが固体になったとき、それぞれどのようになるかということですね。はい、氷は水が氷になったときは製氷機、冷蔵庫の製氷機って見たことあると思うんですが、ちょっと真ん中を盛り上がる形になります。体積が増えて真ん中を盛り上がる形ですから氷側です。でろうが冷えたときには体積が減りますので、固体の時にはこう、真ん中がへこむんですね。でどうしてもこの、ガラスの縁のところは液体状態を保とうとしますので、体積の変化は、中央部で、に反映することが多くて、氷はこれ、固体のろうはこの形になります。それでは次に、差し替えたこれを差し替えるために、ちょっと待ってください。ちゃんとさっき
絵を描きましたので、ちょっと一瞬待ってください。はいはいはい、これはあの先ほどあのちょっと、間違った図を見せてしまったので、今訂正でこの新しい図にしました。で、2つの物質の固体、つまり水とろうの固体と液体、まあ水の固体の時は特に氷と表現しますね、つまり、水の液体と水の固体である氷、それから液体のろうと固体のろうの密度比較のためにこの3つの実験したんですね。これ入れる、ポトンと入れて、水に氷を入れてみる、水に固体のろうを入れてみる、そして液体のろうに固体のろうを入れてみると、そうするとどうなるかというと、まあ、水はこう、氷は水に浮きますね。これは生活で経験していると思います。で、ろうも、まあ、ろうそくの、炎、あ、ろうそくが、の、水の上に落ちると水の上に浮きます。固体に固まって水の上に浮きます。ろうそくのろうが垂れて固体になっても水の上に浮きますので、これ浮く。これも生活で見たことがあるんじゃないでしょうか。で、これあんまり見たことがないかもしれませんけど、液体のろうを作っておいて、そこに固体のろうを入れると固体のろうが沈んでいきます。ということで、これがあのこういう状態をヒントに、密度を考えなさいということですね。で、こう浮いた場合には軽いんですね。密度が小さい。で、沈んだ場合には重い、密度が大きいということですので、密度の関係を図に表すと、氷は水に浮くから氷の方が密度が小さいということになります。で、固体のろうも浮くので、固体のろうの方が 水よりも密度が小さい。で、固体のろうと液体のろうを比べると、液体のろうの方が、固体のろうが沈むので、固体のろうの方が密度が大きいと。で、この2番目と3番目の式を合わせると、水は固体の、液体のろうが最も密度が低くて、その次固体のろうで水が最も密度が高いということになります。そうすると水はいずれにしてもトップになりますので、答え、最も密度が大きいものの答えは水ということになります。それでは、次に、その密度にも関係するので、気体の性質について、気体の性質と実験所の集め方について整理しておきたいと思うんですが、実験上気体を発生させて集めるときに、気体の集め方は水蒸置換法、こう水蒸でこの集気瓶の中に気体を集める方法と、蒸放置換法、空気 の中で、まあ、上の方にたまる形で集める方法と、下放置換法があります。で、水に溶けないものはこれが、まあ、最も正確に集まる。最初の実験の最初のところだけその気体を逃がします。なぜかというと、最初の実験にあったフラスコの中に空気が入ってたりするので、それを除外してしばらく気体が発生し続けた状態にして、これを集めると最も正確に水が気体が集まるので、水に溶けにくい物質は軽くても重くてもいいので、この水蒸置換法で集めるのがベストです。よって酸素、水素、酸素とか塩素とか窒素はこういう方法で集めるのがベスト。二酸化炭素も少し溶けてしまうのですので、それを気にすると、後で述べます下放置換法がいいんですけど、それを気にしないときにはこれの方法でもいいです。じゃあ次に、蒸放置換法は軽いもの、水よりも水に溶けやすく空気より軽いものがアンモニアです。アンモニアで、下放置換法は水に溶けにくく空気より重い物質ということで、二酸化炭素はこれでも集められるということですね。さて、それでこれが2011年の問題です。A から D の4つの操作で4種類の気体を発生させ、 A から C のどれかの方法でそれぞれ集めた。塩酸に石灰石を加えた。気体、何の気体が発生するか分かりますでしょうか。塩化アンモニウムと水酸化バリウムの混合物に水を加えた。薄い過酸化水素水に二酸化マンガンを加えた。で、薄い塩酸にマグネシウム片を加えた。さて、この4つの気体をこれから特徴を見てみるんですが、その前にこの2番の問題は、その考え方全体を聞いてますから、最初に解けますからやっていきましょう。最小方法 ABC、 つまり水蒸置換法と蒸放置換法と下放置換法のを選ぶときに注目する性質を2つ選べ。
気体か有毒かどうかあんまり関係ないですね。気体が水に溶けやすいかどうか、これ非常に気にしてましたね。さっき私が説明しました。胃が一つ正解です。で、水より水とが大きいかどうかということで言うと、まあ、どんな気体も水、どんな気体でも気体ですから水より水とが小さいですので、これは関係ないです。で、気体が空気より密度が大きいか、どうかということが、こうするかのポイントとなりますので、この「い」と「え」が正解です。「い」と「え」が正解です、まあ、空気と混ざりやすいかどうかということで言うと、どんな気体でも、まあ、最初のうちは空気と混ざってしまいますので、混ざりやすいかの性質はあまり差がありません。それでは、次に、各気体の性質を考えてみたいと思うんですが、気体の性質とそれから集め方ですね、1番と3番で、A の、まず塩酸に石灰石を加えた、これ何が出てきますか。石灰石というのがポイントで、炭酸カルシウムですね。で、炭酸という言葉があることから分かると思うんですが、二酸化炭素が出てくるんです。で、次、塩化アンモニウムという言葉がありますので、これからヒントですけど、アンモニアが出てくるんです。で、次、過酸化水素水の過酸化というのは、酸素が余分に普通の水よりも酸素の化合物比率が高いやつが、この過酸化水素水で、それが、飛び出てきて、これ酸素を発生させる実験です。で、最後の実験は、塩酸にマグネシウム片を加える。これは実は、高校に行って正確に学ぶ、そのイオン化傾向ということで、高校では正確に学ぶ話なんですが、金属に酸を加えると水素が出てくるという性質があります。ということで、二酸化炭素、アンモニア、酸素、水素です。じゃあ、それぞれの性質は、正しい文を一つ選びなさいということで、酸素と混合して水をつけると、爆発して燃えるということですが、 A の気体はということですが、A の気体というのは、これ二酸化炭素ですね。これ二酸化炭素ですから、燃えません。これ水素の話ですから違いますね。で、次 B、 アンモニアは独特の刺激臭がある。これが正解ですね。E が正解です。で、U、植物の光合成に必要なのは、これは C は酸素ですので光合成に必要じゃありません。光合成に必要なのは二酸化炭素ですので。で、 D は、これは水素ですので、水素は空気より密度が大きいということはありませんので違いますね。それでは整理して最後に答えを言っていきたいと思うんですが、A の物質は二酸化炭素です。で、もし性質をここから選べというならば、ウがその性質です。で、次、アンモニアは、集め方は、下方置換法か、場合によっては水上置換法ですね。で、アンモニアは、この中で言うと、イが、正解のイでありまして、そして、これは情報置換法で集めるしかない、B ですね。そして酸素については C は酸素で、酸素は空気より密度が大きいです。微妙に大きいです。そして集め方としては、水上置換法ですね。で、水素は酸素と結合して爆発して燃えるという性質があって、そして水上置換法で集めるはずです。それでは最後にですが、窒素と酸素の混合物としての空気のことを知っておいていただきたいんですけど、窒素というのが 80%、酸素が 20% 集まっているのが空気です。混合しているのが空気です。で、窒素の方が実は微妙に酸素よりも軽いんですね。少し軽いです。で、酸素の方が重いです。よって空気と酸素を比べると、空気は窒素と酸素の中間の、完全に中間ということじゃないんですけど、4対1ですので、少し窒素よりに近い形での重さになっておりますから、酸素の方が重いんですね。だからさっきの選択肢の中に、空気より重い物質の一種として酸素が答え、選択肢 に相当する気体だということは言えるわけです。はい、ということで、やり直しで理科、ご清聴ありがとうございました。
5分後ぐらいに船橋の、コロナの対策の現状についてお話をいたします。